さあ始まりました。さあ始まりました。クリピーナッツさんお疲れ様でした。いやクリピーナッツさんの後番組じゃねえだろ。パーソナリティの、中野流れとゲストのヤスです。いやゲストがパーソナリティ紹介すんなよ。今週の踊りヒットショー。オープニングやるコーナーじゃねえだろ。中野流れ出ばな。さあというわけで今日は吉本の神保町漫才劇場のね、舞台からお届けしておりますけど。違いますよ。蛍光灯じゃないっけ、うちあの劇場の照明。蛍光灯だけど、うん、劇場の照明は、うん、ここはこうまっすぐついてるでしょ、うん、一本神保町はまばらについてる。楽屋ね。劇場あれ舞台ってこの照明じゃない。あ、舞台は違うよ。舞台蛍光灯のところは、うん、本当ないから。吉本には。吉本にないか。はい、あの日大法学部 の6階、うん、6階教室ライブが。教室ライブか。そこかと思っちゃいました。だからあの、うん、そう、野方で撮ってるんですけど、野方区民ホール、あのスコボール電波があるんで、そうですね、ちょっと今回収録になっちゃいました。収録になっちゃいました。すいませんね、はい、週1なのに収録。なんかね、週1なのにね。いや収録だったらね、はい、本当に残りの6日でやってるみたいになっちゃうから。あ、うまい。今日もなんかその、うん、幕張で寄せやってる時になんか、うん、うますぎて聞き逃したとかやつ言ってましたよね、僕の。そう。でもあれはね、うん、嘘。あれは嘘。あれは嘘。うん。そのまんま突っ込むと、ちょっとなんか、うん、面白くなさそうではありますね、確かに。いやそんなことないけども。ただうまいこと言っただけだもん。そう。だし別に、その、突っ込むとか笑いどころでもなかったですね、うん、ちょっと。だから、どうしようかなと思って、うん、あえて、うますぎて突っ込まえ、ツッコミ忘れましたみたいな。みたいな感じで。みたいな感じで。その、笑いがない大地に、うん、種を植えたと。嬉しい言い方するね。笑いの可能性が。素敵だね、言葉遣いが。で、あの、どういうことを言ったかっていうと、うん、あの、幕張のね、劇場の横に、うん、あの、人からのね、あの、はい、たまに、こと、新宿とかにもある電話ボックスみたいな。あ、新宿にもあるっけ？いや、あると思いますよ。え、ちょっと待って。ん？今の言い方お前。ん？あると思いますって、お前。ちょっと待って、お前。やってないって。なんで坂の立つ。うわぁ。なんで坂のさんって言ったもう。なんで坂田さん。じゃあ、なんで坂田さんだよね。坂野。あ、坂野さんか。なんで坂野さん。ずっとここもね、ごちゃごちゃになって。うん、じゃあ、これ選ぶなよ。誰でもよかったでしょ、今。そう。誰でもよかった。天心木村さんじゃなければ。なければ誰でもよかったんだけど。一番の二択外しちゃいました。うん。いやー、これは、びっくりしましたね。そう、そのカラオケがあってね。その、その話だ。そう、カラオケがあって、うん、で、やっぱその、イオンモールまで来て人からする人はいないから、あんまり。そうね。しかもやっぱ、あそこでできないよな。そう。劇場と映画館の間みたいな。うんうん、間にさ、電話ボックスみたいなのがあってさ、うん、そこで歌うんでしょ。しかも、全然中の様子見えてるから。見える。あれよくやるよな。あれね、だからあの、カラオケボックスのロビーとかにありますよね。うん、あれって。あ、そうなの？そう。阿佐ヶ谷のね、カラオケボックスとか、うん、あのもう部屋もあるけど、もう人からで、うん、あの、ボックスみたいなのも、その、入り口にあって、うん、そこも使えますよ、みたいな。それは中から、中のやつ見れるの？あ、一応見えます、それ。よくやるね。でもそれはもうあれじゃないですか。あの、まあ、カラオケに来に来てる。まあそうか。人だし、カラオケ来てる人からしか見えないから。でもよくやるよね。ね。じゃあ、だからあそこもお笑い見に来てる人しか、これ通らないじゃん、あそこなんて。うん。だからもう本当にお笑い芸人が一人で立っててさ、うん、それをカラオケボックスみたいなところでさ、一人のお客さんが見れるようにすればいいんだよ。うんうん、だとしたら変じゃないじゃん。変じゃない。ね。何言ってるか分かんなかった。なんか良さそうだね。一人を笑わせるためのボックス。それがもう、いつも空いてるから、うん、ほら、ね、そういう意味でカラオケですよね、みたいなことを言って、ヤスさんが、種をまいた、うん。そうね。ずっと空のボックスでカラオケボックス。これはね、確かに種を任せてもらったけども。でもやっぱり幕張の横のさ、幕張の話ばっかりになっちゃうけどさ、はい、幕張の横のさ、ね、それこそカラオケボックスのさ、人からの横のさ、はい、まあ、こう、ブル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 って乗っかってやる機材、はい、あれいじったらウケるね。あ、そうですね。やっぱみんな変だと思ってるんだろうな。絶対あそこ通る動線になってますしね、劇場来るときに。うん。ああいうの増やした方が絶対いいだろうな、幕張の予選の時。はいはいはい。多分あれに来てるお客さんって、幕張のイオンモールを普段から使ってるお客さんだから。ああ、なるほどね。そう。絶対なんか、幕張維持みたいなできたらした方がいいと思うんだな。
だし可能な限りやっぱ劇場に近い、うん、距離的に近いことの方が、うん、もう記憶も新鮮だし、そうね、ですよね。だから周り映画館があって、みんな車で来てんのかな。結構さ、前さ拍手の練習かなんかでさ、はいはい、電車で来たよって方とか手挙げさせてもらった時意外といなかったじゃん。あ、確かに車で来てたりね、車とかバスとか、うん、バスだからそこら辺を掴むのかもしれないな。そうね、うん、でもやっぱ横にあるあれはもう本当人を選ばないですよね、本当に。ああ、そう、ね、そう、バスだとやっぱバス以外の人を置いてっちゃうっていう、うん、なんかそう、でも危険性、なんかね、なんか使えそうなんだよ。例えばだけどさ、うん、あの劇場からさ、結構みんなが割と使うであろうさ、スーパー、でっかいスーパーあれですかね、なんだっけ、え、あの、もう一番端にあんじゃん。はいはいはい、え、真逆にあんじゃん。普通にだ、イオンじゃないですか、あれ。イオンかな、イオン、イオンのスーパー、もうでっかいスーパー、イオンのスーパーじゃない、イオンのスーパー真逆にあんじゃん。真逆に、なんかいじったりできないかな。いや真逆だろうとか、なんかそう、ね、めっちゃ遠いわとか、うん、一番遠いんだからとか、あれ一番遠い、あのこの劇場から、ほんとミスドとかが一番遠い。ああそうね、お弁当テイクアウトのとことか、ああミスドとか、ミスドとかね、とかあと飯大体みんな同じとこで食ってるでしょ。あ、はいはいはい、畜生うどんとかいじったりとかさあ、なるほどね。だからあそこら辺なんか行けそうなんだよね。確かに3階に劇場あって、うんうん、だなんかなんとかモールみたいなのがいっぱいあるけど、うんうん、その一番でかいグランドモールの端と端ですもんね、劇場とフードコートのとこって、ね、あれいじったらなんか行けそうなんだよな。あれなんかいじれねえかな。確かにそのフードコート、うんフードコートでうどん頼んで、うん、その出番が来たから、うん、そのまま走っていって、うん、舞台上でブブってなって、面白すぎるけどな、ピピピピってなってたのな、ピピピピってなって、うん、あやばいって言って戻ったらもう伸びてたって、遠すぎて、え、てか普通になんか舞台中にさピピピってなって、誰ですか携帯、え、なんかピピ鳴ってますよ誰ですか、うん、みたいな言って止めてくださいちょっと、でさ畜生丼のさ、うん、待ちなさい、それがさ一番面白い、めちゃくちゃウケるお前うどん頼んでんじゃねえかお前行けよみたいな、やばいってそのタイミングのそれ、うん、なんかできねえかな。確かにその鳴らなくてもいいからとりあえず頼んでいるとこはありですね、うん、あね、なんかね、なんかありそうだよね、なんか絶対ウケるけどな。だってなんか、うん、あの神保町の MC でレインボーさん来た時、うん、あのあネタ中だから、ね、そう、うん、に袖でジャンボさんのアラーム鳴って、うん、で夕方とかだったから、うん、そう池田さんが何時に起きようとしてんだよみたいな、あった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 、あれ何時に起きようとしてんだよって、うん、会話自体は結構あるけどやっぱネタ中に起きたらおもろいっすもん、おもろいおもろい、でもだいぶリスキーだけどな、うん、ネタでやってたらな、そうねそのどこで入るか分かんないからで、がその前室にいた僕たちは、うん、そのやっぱレインボーさんってすごいもう何でもできるじゃないですか、うん、だからもうジャンボさんこれやってる可能性ある、絶対やってる可能性あるよなジャンボさんだったらな、うん、まあでもだからなんかそれいけないから、ね、ピー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 って鳴らすみたいな、ね、うん、なんかお前畜生ラーメンのお前うどんマジじゃねえか、フードコートのフードコートじゃねえか、お前どんだけ遠いと思ってんだよいややりてえな、やりてえなんかねできねえから、押したら鳴るボタンピー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 、うん、そうね、なんか買えばありそうっていうか、そう、ね、これあれば、うん、もしかしたらルミネ行ける、ルミネってさ、はい、フードコートあるないか、あないっすね多分ルミネ、フードコートある他にない、沼津ないか、幕張だけ、大宮は、大宮ありそうじゃない、あー確かにある、あーあったっけな、なんかなくないっすか、ないか、まあだからボタンを押して、うん、なるみたいな、そうね、で本物とはよく見たら違うけど、うん、それにやって、うん、とかなんか受けそうだけど、そうっすね、うん、さっきうどん頼んで、うん、でも出番だったんで、うん、これ持ってきちゃいました、めっちゃ遠いぞお前もう終わってもいいですかいいわけねえだろ、伸びちゃうじゃないですかあ、なんかいけそうだけどな、完全な初見殺しで、この、うん、2回目見たら激サメ、うん、2回目見ても面白いけどあ、この人たちこれ毎回やってるんだって、うん、そこまで確かに面白がってくれたらいいですね、うん、なんかブザーでしょ多分、
うん、でちょっと振動とかもあったら最高ですね。ピー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 っていう独特の音ね、うん、あ、探したらありそう、探したらありそう、全然、まああるか、うん、それをちょっとやりたいなちょっと練習、あとは何だろう、幕張のそのめっちゃ遠いわとかなんかいじれそうなんだよな。そうね、幕張のそうズル笑い全集作りたいです、ね、そうそう絶対いけるしでも寄せだから全然ズルとかでもない、だってもうモノマネとかしまくってんだからこっちはさ、うん、声バナとかさ、そうね、それで完成したらもうその楽屋に貼りたいですよね。そう、ああ絶対受ける、もうほぼほぼ僕らが一番若手だけど、うん、ナイチンゲールダンスが考えたら幕張ネタ帳絶対知った方がいいんだからな。遠いわとかね、 H&M、 これ幕張のね H&M が GU でね、うん、あのね、その入り口どこかわからないチェーンがね、外、はい、外に全部張り巡らされて、はい、いやどっから入るんだよってなった記憶あるんだよね。へ、なんかそれはね、使った人はいじれるかなと思う。なるほど、まあ、映画館、ゲーセンもありましたね、ゲーセン、うん、あさ、うん、いや幕張にないないねえわとか、イオンモールに、なんだ、ここのイオンモールになんだねえわ、この幕張にユニクロねえだろ、ユニクロねえわみたいな感じが、あ、なんかできないかな。さっきユニクロで買ってきたんですよみたいなこと。あと、ユニクロねえよ、ここにユニクロねえだろ、別館かい、コストコ、別館にペットかの別館あるよね、イオンモール、あ、まあ、ペットモールみたいなありますよね、ペットモールあるよね、うんうん、ペットモールの方の、ペットモールの方ので飯食ってるのちょっと面白いけどな、ペットと一緒に一緒に行きましょうよ。ミニストップがペットモールの方ありますよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。で、一番近いコンビニはミニストップなんで、タバコとか買う人はそこ行ってます、ね、うん。遠すぎるけどな。一番近い、しかも、あ、しかもミニストップだよな。うん。合間とかじゃなくて。確かにミニストップって、僕ミニストップの人には申し訳ないですけど、うん、そう、家から2番目に近いコンビニがミニストップの方がベスト。うん、あ、確かに。最高、それだったら。うん、確かに。1位はもうセブンとかでいいから、セブンだな、セブン、ファミマとかでいいから、でもたまにやっぱそのちゃんとこう練り出したアイス食べたい時とかね、はい、セブンの方が飯うまいイメージあるな、なんか勝手にセブン&アイのイメージで、ああ、まあ僕は全部の CM 欲しいんでそういうのは言わないようにします。大丈夫だよ、見てないからたどり着かないから、セブン&アイの人とかコンビニの人とか、だからなんか絶対いじれるんだよな。いや、遠いわとか。エスカレーターのね。ああ、エスカレーターの、ね。だからその下りがどこでの上りがどこかはちょっとむずいですよね、あのイオン系って。うん。イオンモール詳しすぎるのもちょっと面白いけどね。シャトルバス。え、だからそのどこのどこにエレベーターがあってその目の前がそこなんだよみたいな。はいはいはい。とかね。イオンモール漫才とかイオンモール、あ、いいっすね、その、うん、幕張のためだけの、うん、で、そんなの多分応用聞くから、あ、はいはいはい、その営業でイオンに行けるようなことがあれば、うんうんうん、多分イオンって大体その構造同じじゃないですか、吹き抜けの感じで、そのなんかいろんな時に使えそうですよね、それ。だから道案内のネタとかはいけないかな、外国人の道案内で、あ、外国人が道案内困るんですよね、うん、みたいな、確かにね、みたいな、はいはい、なんたら、なんたらみたいな、どこみたいな、いや、ここイオンモールかよと、マカリイオンモールかよ、ここマカリイオンモールで迷ってるの、いやいや、みたいな、ユニクロねえよファッション、あ、ファッションが欲しいんだ、うん、GU、 あ、いや、ユニクロ、あ、GU とか、あ、でも GU とか H&M 行けば、No. ユニクロねえよ。ユニクロだけないんだよ、なんかここ。マカリイオンモール。GU でもいいだろ。No. ユニクロ。ユニクロ。ユニクロ。あの、インテリア。あ、インテリア揃えたいのね。うん、どこ。あ、なんだかあれよ。No. IKEA。IKEA ねえんだよ。なんたらあるけど。高い。高級なとこある、うん、コストコ、それ隣だよ、隣だよ、お前隣行け、隣うん、おう、
カフェいっぱいあるよ、こんなん。サンマルクもあるし。の、の、ペットかのカフェ。まあ、じゃあ横だよ。本当だよ。あそこしかねえだろ、お前。あ、でもね、猫カフェありましたよ、こっちの。あ、猫カフェあるな。こっちの方に。猫カフェ。猫カフェ。なんか、そんな出し方とかなんかしたら、なんか、ウケそうだよな。うん。こんな幕張のためだけの。リキュー、レストランの。支配人喜んでくれるじゃない。幕張ネタ。幕張。海浜幕張。海浜幕張。幕張本郷。幕張本郷。幕張。幕張本郷から歩いてきました。幕張。どれで来たの？手段みたいな。バス。おお、遠かったです。すごく長かったです。あの、海浜幕張から来たんですけど、バスですごく、バス取ってるっけ？ある。すごく長かったです。あ、そうなんだ。こんなことなら、幕張本郷から来ればよかった。一緒だよ、大体。ちょうど一緒なんだよ、幕張本郷から海浜幕張に来る、あれやろ、バスの時間。ちょうど10分なんだよ、あれ。おお。海浜幕張の方がさすがに近いかも。あ、そう。さすがに。うん、だ海浜幕張のイオンモールから海浜幕張に行くときとか、うん、海浜幕張からイオンモールに行くときだけのやつ、うん、あの、IC カードで払うと、うん、あの、高く取られるけど、現金だったら100円です。そうなの？そう。うわ、知らんかった。IC カードでいくら？ IC カード120円とかかな。全然違うじゃん。そう。マジか。でも整理券取ればもう100円。うん、あ、知らんかったわ、それ。うん、え、どっからどこ？だからその帰り、海浜幕張から帰るときとか、うん、あの、目の前から乗るじゃないですか、うん、バス。あそこ。だから海浜幕張行きのやつが100円なの。そう。あ、わかんない。本郷は違う。本郷は違う。知らんかったな。本郷は多分路線の中に組み込まれてるけど。なるほどね。そう、海浜幕張はただその、駅に行くだけのやつがあるんだ。あるんだ。うん。うわ、全然知らんかったわ、それ。それは、それもなんか入れていいしな。うん。豆知識、ね、豆知識、うん、だご当地芸人みたいな感じで、ああ、はいはい、そう幕張イオンモール住みます芸人、住みます芸人みたいな。あ、まあ、ちょっとハードル上がるかもしれないな、でも芸人って習慣な、うん、なんかのネタに落とし込みたいな、でもな、うん、ここで行こうみたいな。映画館、幕張イオンモールの話だけ、うん、盛り上がる子、女の子、うん、デートプラン、あ、デートプラン、ね、どこ行きたいよ、うん、行きたいのよ、あ、めっちゃいい、そんな無理だよ、うん、幕張イオンモール劇場以外だったらなみたいな。幕張イオンモール幕張新都心以外だったらね。イオンモール幕張新都心は何々もあるから一日楽しむことができるよ、うん、でもさすがになんとかないんじゃない？いや、できるよ、自由な。そんなんないに決まってるだろう、うん、イオンモール幕張新都心以外だったらね。出し方か、だから幕張イオンモール、そうね、うん、それ幕張イオンモールだろ、じゃあ幕張でいいだろみたいな。いや、幕張でいけるだろ、幕張イオンモールでいけるだろっていう、デートしたい、なんかデート行きたいみたいな、猫カフェ行きたい、あ、じゃあマカリオモールだな、じゃあこのマカリオモール、あ、その新宿集合して、うん、新宿集合ね、今日どこ行く、うん、猫カフェ行きたいなって、あ、猫カフェね、猫カフェね、うん、じゃあイオンモールマカリ新都心かな、イオンモールマカリ新都心、うん、猫カフェだよ、でもイオンモール幕張新都心には猫カフェあるから。あるの？うん、だってさ、猫カフェってさ、うん、あの、なんかぼーっとさ、こう街歩いててもさ、どこにあったとかさ、あんま覚えてないでしょ、覚えてない、でも僕確実にあるのが、うん、イオンモール幕張新都心にはあるっていうのは分かってるの。幕張新都心か、遠いわ、うん、いや遠いな、服買いに行きたい、あと
ああ、服買いに行きたいね。まあ、ここ新宿だから、まあ、イオンモール幕張新都心から。なんで幕張新都心なんだよ。うん、遠いだろうが、お前。いや、だってイオンモール幕張新都心行けば、H&M と GU となんとかかんとかが同じ建物にあるんだよ。めちゃくちゃあるじゃん。うん。じゃあ、ユニクロかな。ユニクロは？ユニクロはないよ。ユニクロだけないんだよ。ユニクロ新宿に、新宿はユニクロも GU も H&M もあるけど、ちょっと遠いでしょその、ここが、ちょっと遠いでしょ、それはそう、うん、あ、スーパーやろうかな。あ、スーパーね、うん、だったらイオンモール幕張新都心ファミリーモールに行こうよなんでだよ、そういう感じかな、うん、今日完全ネタ作り会になってるから20分意味わかんねえか、この彼氏さすがそのなんか反論されたら無理じゃない、うん、いや、あるからそこに行って幕張新都心かよ、今の俺幕張新都心かよ、どういうこと、どうせんの、何してんの、尾形組ホールで大きい声出していいんだっけいいよ、楽屋だから楽屋だから、でも区の施設だから大きい声出しちゃダメだよ、ホールって大きい声出すための施設だから、そうなの、漫才師も今日ハイツの会しか出てないでしょ、ハイツ友の会しか出てないでしょ、出てないって、大きな声出しちゃダメだよ、ハイツ友の会大阪からロートーンだけどの方まで、うん、金魚番長がいるんだからうるせえだろ、確かに登場からうるさいもん、はい、僕もだけどまあ、イオンモールの話戻りますけど、はい戻ろうかい、だからイオンモール、イオンモールいじりしたいな、あとイオンモールで面白い施設、他に何かある、でもな、やっぱイオンモールって結構ボーっと見てるからな、みんな、僕らも含めて、まあ、絶対に帰る、めっちゃ印象に残ってるのは何なんだろうな、ゾフもあるよな、まあ、自分枕とかもあるな、なんかオーダーメイド枕、あ、まあ、僕らがメインで3階にいるからかもしれないけど、その辺はそうね、うん、みんな東宝シネマとりあえずあるな、隣にあります、ね、ゲーセンあるな、ゲーセンある、バンダイナムコ、あれなんだ、あ、でも太鼓たちあるからナムコかな、ナムコ、あ、今日久しぶり太鼓たちにした、あ、チリダー作戦の宗谷さんと、宗谷さんと久しぶり太鼓たちにした、ネタではもうほぼ毎日のようにやってるけど、うん、叩くのは久しぶりだった、叩くの久しぶりだった、珍しい、難しかった一回やったな、あの譜面を読みながらさ、あ、やりましたね、譜面は覚えてるからさ、うん、あの譜面を読みながら叩くって、うん、全然追いついてなかったな、でも確かに、あれ、その僕ほとんどあんまやらないですけど、太鼓たちに、うんうん、この譜面を覚えるっていう感覚があるんで、うん、あれ、その来たやつで叩くより、その先の譜面を読んでそれを再現するってやった方がいいっすね、うん、へー、そういう攻略法があるんだ、やつさんもこの前言ってたじゃないですか、その MC 台本読むとき、うん、3行先の文字を先に読んどくって、うん、あー、え、それ大丈夫、それ番組の、え、それ番組のネタバレにならない、まだ大丈夫だって、それ人望中 YouTube の動画なんかいいんだよ、人望中 YouTube か、人望中 YouTube の動画に先に話したな、質問コーナーでさ、質問コーナーで、びっくりした、ダウンタウンデラックスとかじゃなかったっけ、ダウンタウンデラックスじゃないって、あ、そうか、いいって、あとトーク言っても自分たちが持ってるトークなんだからさあ、そうか、まあまあ確かに太鼓たちもね、うん、日々やってますから、だから歌ネタとかさ結局持っといた方がいいからね、あ、そうですね、全芸人なんか特に僕ら基本的にトップバッターだから、うん、なんかトップバッターの時のこう寄せってなんかすごい仕事の感じ、あれ本当ですよなんで前説いねえんだよと思って、そうそうそう、前説いないからで、じゃあ俺たちが拍手の練習とかさ、うん、ね、しないといけないじゃんっていうね、そうね、だからそのネタをそ試したいみたいなネタをやれるほど、うん、尺がね、尺もないし、盛り上がりもだから私から盛り上がらないといけないから、その後に控えてるこう先輩たちの名前を見ると、うん、もう公演としては僕たちはもう盛り上げる仕事だなってなりますよね、うん、大変よ、前説代も欲しいわ前説の仕事してんだから拍手の練習っつって、うん、トップバッターでね、うん、最初のつかみのボケ死ぬほど起きねえしな、だってお客さんが声出してないんだからそれまで、うん、だってさすがにさ笑いに来てるお客さんもさ一回声出さないとさ、うん、
パーンって笑いづらいじゃん。とりあえずね、なんか無理やりでも笑ってる。そうそう。どうもナイチンゲルダンス先生お願いします。いやこちら、いや今日本当に綺麗なお客さんが多いですね。こちらからべっぴんさんべっぴんさんべっぴんさん。いや縦に行くなよ。これもさ、うん、ただ声出してねえからさ、それまで。それ大丈夫？僕たちの最強ネタだけど。うん、そうでもねえよ。だからそれもだからさ、声出してねえから笑いづらいっちゃ笑いづらいからな。うん、だいぶ不利なとこからスタートしてるからね。まあね、トップバッターっていうのはでもそういうことですもんね。前説で1回でいいからさ、大爆笑とまでいかないからさ、はいはい、声だけ出してもらえたらさ、はい、全然違うんだけど。うん。まあでも、毎回僕らはそういうことをやってるんで、結構、いい頻度でもらえてますからね、幕張ヒル寄せのね。ああ、ありがたいですね。はい、トップバッターはね。大宮にだけハマったらいいんだから。大宮とルミネだけだから。ルミネはまだ分かる。ルミネはちょっと違うからね。大宮になんで俺たちはあんま呼ばれてないんだ。まあでも大宮のなんか偉い人変わるらしいから。あ、そうなんだ。支配人だっけ、うん、そこでまた変わるかもしれない。確かに、ね、確かにその劇場の支配人が定期的に変わりますからね、うん、え、こんな絶え間なく叫び続けてよく飽きないの。いや多分僕らも楽屋にいるとき、うん、こうなときありますよ。あ、そう、はい、それはしょうがない。持ちつ持たれつだね。そうですよ。いや今日ね久しぶりにねゲーセン行きましたよ。本当全部やりました、ゲーセンの。よくやったなお前。うん、バスケもやりましたし。ああ、バスケなんかやってないでしょ最近。やってないな。バスケもやりましたし、太鼓達人もやりましたし、あとなんかこうクレー射撃みたいな。あ、それいおりさんとやったわ。やりました。めっちゃむずいだろ。めっちゃむずいし、こ俺ゼロゼロで、結局ゼロゼロで全然盛り上がらなかったわ、いおりさんとやって。あ、僕と宗田さんね、うん、あの1-2でサッカーのスコアじゃん。むっちゃ盛り上がった、当たった時。ああ盛り上がるよな。しかも最初の1点はたまたま当たったんですけど、うん、その後の1-1ずつはなんか狙って当てたんですよ。マジすごいな、うん、え、それモードは簡単、普通、標準、普通モードでよく当てたな。うん、俺マジ当たらんかった俺ら普通モードで。これあの多分知らない人はあれなんですけど、うん、本当になんかめっちゃでかいスクリーンがあって、そう、え、これ何が起きるのって思ったら、うん、ちっちゃいのね、キャムンってマジちっちゃいのな。はぁって思ったの。もっといろいろできるじゃない。そう、で、なんかその、今どこを狙ってますとか、赤外線みたいなのも出ないし。ない。本当にね、こう狙う。目で、うん、片目でパンって行くしかないからな。片目でこうなんか標準をこう合わせて。合わせてね。そう。その標準も別にレーザーとかじゃなくて、本当に物理的な、そうそう、引っ掛け棒みたいな。そう、説明もないし、ね。ないし。説明がねえんだよな、あれな、うん。そう。なんか突然ね、あの、ボーリングのスコア表みたいな。うん、そう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 。出されて。うん。あ、この回は2回打てるんだ、みたいなね。そう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 。これもうよくわかんなかった、うん、よく2回当てたね。いやすごい、だから盛り上がった。マジすごい。え、どちら勝ったの。いや、宗田さん勝ちました。わあ、すごいわそれ。よく当てたな。うん、全然当たらなかった。あとパンチングマシーンもやりましたしね。あ、パンチングマシーン。パンチングマシーン。中で言うんだ、パンチ力何キロぐらいな。ね、150ぐらい。強いんじゃないそれ。いやでもね、200出してました、宗田さん最初に。200すごい。200すごい。多分。4個ステージあって、200出したら最後までクリアできる。あ、めっちゃすごいじゃん。うん、で、うん、でもグローブつけて、うんうん、その僕にね、指導してるんですよ、その、うん、宗谷さんが。うん、でも宗谷さんって、ほんとその亀田三兄弟の4人目みたいな雰囲気あるじゃないですか。うん、似てる似てる。だからもう、周りで、ちゃんと子供がビビってました。2台並んでて、パンチングマシン。こっち側でやってて、こっちに子供たちがいたんですけど、こうやって見てて。いや、かわいそう。重心がとか言ってるから。確かにお前も金髪で怖いかもしれないからな。そうそうそう。最近ね、こう、うん、歩いてて、うん、なんか、金髪だって思うと、うん、勘違いされないように生きていこうっていうメンタルになる。ああ、こいつ生きてんじゃないのと思われて絡まれる可能性があるってこと？そうだし、なんかその、うん、いつもやってた行動でも、だからそのめっちゃ空いてる時に、うん、あの端に座りたいから優先席に座るみたいな時あるじゃないですか。はいはいはい、それをしてたんですけど、うん、空いてる時っすよ。その、うん、でも今金髪だから、金髪のやつが優先席に座ってるっていうだけで、うん、そのなんかすごい印象悪いじゃないですか。ねえ、だって空いてたら座っていいはずだからね。そうそう、その時来たら譲るんだから。うん。すごい、うん、だからその立ったり、うん、してんの。してる。大変だね。立ったら立ってて怖いしな。あ、立ったら立ったら怖いです。なんであの人立ってんだろう、金髪なの。それですよ、だから。初めて強者の、あの悲しみを覚えた。あ、強者の。
そう、やすさんとかは感じてました。いや全然僕なんてもうそうか、寝ます。どういう意味？電車で？全然僕なんてもう寝ます。寝んな。だから他のゲーム何やったの？だから最初こうバスケやって、あ、連続で決めるやつ、決めるやつで、そのやってる時に隣でなんかね、白髪の60歳ぐらいかな、50代後半ぐらいのおじいさんがこうやって全部入れてたんですよ。すごいな、すごいなこの人って言って、うんうんうん、そんなんがあって、でその後 よくその隣でやったな。うん、それしか空いてなかったから、まあ、恥ずかしいけどね。土日出し込んでるしな、うん、恥ずかしいから、なんかそのこう、うん、ボールハンドリングをするみたいなボケとかをした。はいはい、ちょけた。僕たちは別にそういうライクな感じやってますみたいなね。でその後、うん、あのなんかね、ピエロにボールを当てるやつがあって、うん、何そのゲーム。だから普通にこう野球ボールちょっと大きいぐらいのボールをガーって来て、うん、そピエロがなんか射的みたいになるから、うん、そピエロに当てる。かわいそうだろお前ピエロ。何してもいいのかピエロだったら。倒れる。かわいそうだ普通に。点数競うってやつ。それはね、なんか いい感じで競って、バスケもいい感じで競って、でその太鼓達人やって、うん、太鼓達人2曲やって、うん、でやっぱ太鼓達人もそのギャラリーはできるじゃないですかあれ。ああ、まあちょっとめちゃくちゃ下手くそだったから2人とも、うん、ちょっと恥ずかしくて、うん、確かに。それでその後あのマリオカートやろうとしたんですけど、さすがに子供が多すぎて、ああやっぱ埋まってるかも。そう全部埋まってて、マリカすごいね。でクレー射撃して、だってさ、マリカのすごいとこってさ、別に家でもゲームでできるじゃん。確かに。よくやるよな。うん。で、射撃して、うん、で、なんかバーって見て、うん、あ、ゾンビのやつやります、あ、ゾンビのやついいか、みたいな。そろそろ、あれだし、ゾンビのやつ長引くからな、みたいな。長引くよし。みたいな感じで、じゃあ帰るかって、入り口の方戻ったら、その、まだバスケボンやつだ。確かに。なんだ、なんかあるんだろうな。うん。ストレス溜まってんのかな。うん。全部入ってるからね、ほんで。いや、マジすごいよ。まあ、そんな感じですか。そうね。ちょっと幕張のネタはどんどん溜めていきましょう。ああ、確かに。いじればいじるほど受けるから。うん。というわけで以上、ちょっと短めですが、この後ちょっとトークの方があるんで。はい。ナイチンゲールダスの、サザエナイチンフィーバーでした。ありがとうございました。また来週。じゃないのよ。さよなら。